例えば僕さ、無駄遣いする人にさ、頭悪いとかバカって言うじゃん。そしゃげで金払ったやつは基本的にみんなバカだと思って。お前、俺のこと今バカにしたのか、お前。バカ言うのは俺はちゃんとね、対価を払ってるわけだよ。楽しませてくれてありがとうという。そう。で、バカなことだけどお金を払ってるって認識してる人はいいのよ。別にね、うん、僕、バカなことをやることが悪いとは思ってないの。うん。ただ、バカなことであるって認識した上でバカなことやってればいいの。はぁ。だからさ、はぁ、なるほど。だからほら、罰ゲームとかってさ、友達同士なんかで罰ゲームってバカなことじゃん。うん、それは面白いけど、バカなことだけど面白いからやりますっていうのは全然いいの。うんうん、ただ、ガチャに金払うってバカなことだよって気づいてなくて、金払って、俺はこれで経済回してるんだ、日本のためなんだっていうのは、やっぱりバカだと思うんだよ、ね。いや、もうね、西村君、君こそバカだね、ほんとに。はい。君が無料でゲームできてるの、俺のためだ。そこちゃんと分かってる。あ、この話の流れ前も聞いた。そうね、おお、ふざけんな、お前、うん。ありがとうってむしろ言われるべき存在だぞ、俺は。そうですね。養分になってくれてありがとうって言え。養分になっていただいて。